本にいた時はそれこそ結構堀江さんとかとも飲んでたかな。本当に喋りたいなって思った人とはコラボしますよね。逆に言うとコラボしようよって言えば飲みましょうよって言えない人にもこう声かけれるじゃないですか。仕事にかっこつけて喋れるというか、まあ、大事なことはなんかまあプライベートで喋る以上にこうなんかまあ喋れたらまあ満足っていうことかな。なんかリアルで会うか会わないかはあんまり大事なことじゃない気はしてはいるんです僕自身は。なんかそのリモートで良くないっていうのはちょっと思ってるところがあるんですね。たくさん友達が欲しかったのかどうかがよく分かんないというか、はい、僕毎朝あのサロンメンバーと喋っててるつもりというか、やっぱりねでもそれ大きいと思うんですよ。すごい自分の話を誰かに聞いては欲しいので毎朝聞いてもらえてるから、でその後朝食とかで妻と喋ったりお昼妻と喋ったりするから毎日誰かと喋ってるって感じあるんですよ。特にこのさらにトークチャンネルとかになるとコラボもあるし、ここで渡辺さんもいるし、誰かと喋れてるとそれですっごいハッピーな気持ちになってるから、それプラスどっか飲み会に行きたいかっていうと、アルコールの楽しさと人と喋る楽しさって別に一緒にしなくてもいいかなっていうか、一緒になる娯楽ってありますよね。ワイワイみんなで飲むっていう娯楽あると思うんですよ、まあ、それも、まあ、たまにでいいかなと思うんで、ちょっとまたあの年末年始とか東京戻ってみようかなとかっても思っていて、はいはい、うん、その時に、まあ、どなたかと会って、まあ、飲んでみようかなとかっていうのは思ってはいるんですけど、年に2回とかでもいいかなっていうか週1で誰かと飲む必要はないんじゃないか。飲み会の負の側面も多いじゃないですか実は。僕ね、まあ、こう言うとなんかかつて飲みに連れてってくれた人を否定するようで嫌なんですけど結構その、まあ、付き合いで行った飲み会とかで1時間半以上喋ってるとループし始めるっていうことに気づき始めて、2時間ぐらいしたあたりからこう先輩とか同じ話し始めるんですよ。でもやっぱりこうだよなとか言って、あ、そうっすねみたいな、あ、これ1時間前に喋ったテーマだみたいな、ねーとかって言ってたんですけど、そっからなかなかやっぱこう帰りたがらない人が多くて、いや、じゃあもう一杯とかもう一軒ってなるんですけど、僕としてはやっぱこうコミュニケーションと情報交換みたいなところがポイントだったりするから、だから僕あの後輩と飲みに行くときアラームかけて飲みに行くんですよ。あの90分って設定してて席についてから90分ってつけてわーって喋って、あ、そうなんだとか、俺はこう思うよとか、最近どうとか話聞いて、フィンフィンフィンみたいななったら、あ、90分だ、よし帰ろうって言って帰るんですよ。ここからループのタイムに入るからって言って、必ず後輩との飲み会とか自分が一番年長の飲み会は90分で終わるっていうルールを決めてたんですよ。それぐらいなんだろうな、こう会話が面白いのであって、なんかそのループしても痛いかっていうと、それは結構苦痛だった記憶が多いんでしょうね。ズームとかだと、ズームで4時間いっちゃいましたってないじゃないですか、あんまり。ないですね。じゃあそろそろみたいな、40分ぐらいに会議設定しといて、まあ短ければ短く、早く、盛り上がればまあ盛り上がりで。ぐらいのことでなんか、僕としては満足しちゃう。まあ本当やっぱ1時間喋って、プラスアルファ30分で OK みたいな気持ちなんですよね。うん。一コマでいいかな。意味は分かるんですけどね、なんかダラダラとこうまったりとこうオールしちゃいましたみたいな、なんかその分かんないですけど、それがね僕のコンプレックスが苦手なんですよ。うん、後輩と飲んでても、うん、こう情報交換になっちゃうんですよね、仕事上とか。あと先輩と話す時もやっぱ聞きたいことがあって、これに関してってどう思いますかとか、こういうのってどうですかとか、あと、あ、こういうお考えがあるんですねって聞きたいので、中田さんとの飲み会緊張するんですよねみたいな後輩とかに言われたりして、はい、え、藤森とってどういう話してんのとかって言うと、いや、なんか基本はあの子可愛いねとか、なんかこの映画面白いねみたいな感じで、いや、マジで仕事の話とか1ミリもしないんですよ、うんうん、でも中田さんとになると、あの、今テレビはとか、お笑いはとか、その今のこの自分のライブの絵の考え方だとかっていう風になるから、やっぱ緊張感ありますよねみたいな言われて、あ、うわ、くだらねえ話しなきゃいけないよねとかって思うんですけど、できないんだよみたいな。